23日東京では手紙に親しんでもらうためのふみの日イベントが開催され大勢の親子連れが訪れました日本郵局在1979年将毎年の7月23日定為ふみの日也就是書信的紀念日古里人們提起筆來寫信在高科技的時代也不要忘記的傳統的書信文化東京のイベント会場では無料のハガキが提供され大勢の親子連れが訪れました <noise> いいですよね、こういう、きっかけになっていいですよね、お手紙を書く。うん、手で書いたお手紙をもらったときって、本当にほっとするし、私のために書いてくれたっていう気持ちがすごく伝わってくるので、まあ、あのこの文化はね、小さな子どもたちも、一文字一文字、心をを込めてて書いています。4歳で、自分の名前ぐらいしか書けないけれどあの、自分のママとパパに出したいっていうので。<laughs> 夏休み中の子どもたちに手紙に触れてもらうため、ふみの日イベントは毎年開かれています。二十三日にふみ、えー、の日と、えー、いたしまして、えー、皆さんに、えー、まあ人と人をつなぐね、えー、手紙というものを考えて、えー、まあお子さんたちにも、えー、手紙を書く習慣、えー、これを身につけてもらおうということで毎年開いているものです。また日本郵政は ふみの日にちなむ特殊切手を発行しました。四季を通じて使えるよう四季の植物を題材としています。イベントには郵便局のマスコットも登場し子どもたちに大人気です。U パックのダンボール箱とロゴを再現したロボット、ダンボウ君も皆の視線を集めました。ふみの日イベントは23日から1ヶ月の間各地のイオンモールで開催されます。新東人テレビがお伝えしました。